疲れ様です。こんばんは。遅れてしまって申し訳ございません。充電器を忘れてしまい買いに行ってきました。ライトニング、寒い。めちゃくちゃ予定より30分も遅れてしまった。そう、コンビニで買ってきました。瀬戸チェリーお疲れ様、ありがとう、見てくださって。今日は生配信がありました。でも充電器ね、壊れてたからもういいよ、新しいのどうせ買うと思ったから。セクチャルのね、生配信があったんですけど、収録もあってね、多分来週ぐらいから流れるのかな、リリース週。声塞いでた、失礼。リリース集からなんか配信みたいな言ってたから、多分放送されると思います。疲れた、目に光が入らない。ちょっと今手持ちでやってるんですよ。ありがとうございました、見てくださって。疲れた、まあまあ疲れたかも。そう、動画ね、あげた。なんかツイッターにね、今日の一日の動画みたいな、まああれは結構簡単に作れるんでそんなに大したことはしてないんですけど、でもなんかツイッターに載せるにあたってすごい、あのサイズとかめっちゃ間違えちゃって字幕とか途切れちゃったんだけど、あと画質もすごい悪くなってる。クマありがとうございます。しかもアップするのにめっちゃ時間かかった。なんですけど、まあちょくちょくね、なんか何かある日は動画投稿もしたいなと思います、ツイッターとかで。編集いい感じ、編集ね、字幕しくらいしかやってないけどね。そうなんでね、ぜひぜひたまに上げていくと思うのでよろしくお願いします。今日撮って今日上げました。で、瀬戸チェレのスタッフさんもね、なんか全然あげてくださいみたいな感じだったんで、本当はなんかこう解禁したらあげないといけないかなって思ったんだけど、もうなんかめちゃくちゃ優しくて、もう秒であげました。うん、そう、めっちゃいい方々なので、皆さんぜひね、瀬戸チャレの方も見てください。3週出演させていただきます、よろしくお願いします。まあ、よかったらいいねとか押してくださると嬉しいです。そう、あずささんにも会えました。あーちゃんさんにね、なんかソラハに写真撮ってって言って写真撮ってもらってたんですよ。そしたらあずささんの声がするって言って、私の携帯を置いてドアバッて開けていって、だからめっちゃ写真ブレブレで、まあ全然それはいいんですけど、あずささんがいてめっちゃ綺麗になった。まあホームテレビだったから多分
お仕事終わりだったのかな。そう、犬のようにね、ソラハがあずささんに駆け寄って、すごいよく声で、まあ、あーちゃんさんの声は特徴的だけど、よく声でわかるなと思いながら、めっちゃ綺麗だった。なんか痩せてた、すごい。ツイッターの電話のやつもうやらないの。ツイッターに電話はもうあげないかな。その代わりなんか水曜日に STU48 のもしもしっていう通話風ラジオをやってます。ラジコで放送中です。ソラハはなんかすごいね、もう今日全然ね MC できてたんだけど、できてたし、ヒッピーさんも私もスタッフさんもよかったよって言うんだけど、もうあーちゃんさんに会った瞬間、ソラハがもう大号泣して今日できなかったんですって。もうあーちゃんさんがね、大丈夫大丈夫、なんとかなってるよって言ってました、慰めてました。まあね、やっぱあずささんが言うからいいんだろうねって思いましたね、うん、あーちゃんさんの言葉だから、自分らが全然言うよりもあーちゃんさんの言葉がやっぱ一番聞きますね、ソラハには。ね、瀬戸チャリはもともとあずささんの MC の番組だったんでね、でも久しぶりに、本当に久しぶりにお会いできて嬉しかったですよかったよかった。そんな感じでした。生配信ゆるくてよかった。生配信ね、もう本当どうなることかと思ったけど、45分、もうなんか皆さんのおかげでなんとかなりました。結構取れ高ありました。その様子は3月6日に放送されるんですけど、多分ね編集もついたら割といけるんじゃないのかなと思います。コメント流れめっちゃ早かった。本当なんかメイクさんも言ってた、コメント欄めっちゃ面白かったよって。うん、ありがとうございました。楽しかったです。私もコメントした。おお、コメント使ってもらってビビった。マジか、よかったな楽しかったです、めちゃくちゃそうね、今日はちょっと疲れたね、体力使った。明日はお話し会です。明日って祝日なんですね。自分も全然祝日感がなさすぎてびっくりしたけど、明日は祝日でした。明日はメイド服をやる予定でございます。建国記念日か、なるほどね。明日のお話し会もよろしくお願いします。祝日なんだね、メイド。そう、メイドの予定、うん、めっちゃちょっとくしゃみ出そう。めっちゃ出た、お腹痛。はあ、4連発ぐらいした。なんか
ずっとしたかったんだけど仕事中から。でもなんか人いっぱいいるし、なんかマスクしてるけどなんかちょっとやりにくいなと思って、マイクもついてるし、ずっと溜め込んでた。やっと今できた。本当にずっとしたかったんです。気持ちいい、やっとできた。うん、引っ張った、そう引っ張ったよ。くしゃみストック、そうくしゃみはストックできるし、寝るのは寝だめができる、うん、何でもできる。人間に限界はない。なんて言ってみたりね。何でも貯めれるんだよ。コンタクト取ろう。ちょっと今日の恒例の儀式。マジこの様子もツイッターの動画に載せたいわ。私の一日の終わりはコンタクトを取るところに始まるのに。取れたてほやほやのコンタクト。ドイレです。透き通って、そう裏側がほらちゃんとなんか目がちっちゃく見えるね。ドイレです。してます。視力はね 3.25、2.75 なんだけど、今日ワンデーなんだけど、今日家から出る前にコンタクトつけて最初に 3.25 を右につけたんですよ。したらなんかあれ私って左右どっちがどっちだっけって、なんか本当に分からなくなっちゃって、急に毎日つけてたのに、あれ右が 3.25 だっけ、それとも右が 2.75 だっけみたいな、すごい一回外してえって感じで、こっち入れてえどっちみたいな、どっちも見えるんだけどみたいな。そうそうそう、でなんかすごい悩んで、結局なんかどっちをどっちに入れたかも分かんないかったんですけど、なんかとりあえず今日普通に言いました。なんか分かんなくなっちゃったけど、多分右が 3.25 で左が 2.75 なんよね。なんかでももう混乱。そうたまにね、なんかコンタクトワンデーのさ泊まりの時とかに持ってった時に、どっちも 2.75 を持ってった時とかあるんですよ。でもそういう時でもなんか意外と両方つけたら見えてるから、まあ多分本当に誤差の範囲なんだろうけど、なんか本当に分かんなくなりました。ワンデー書いてある。え、でもなんか右と左は書いてないじゃん。なんかその人にとっての右か左かはなんかあれだから、だからもうどっちがどっちを右につけるのか忘れちゃって、急にびっくりしました。えってどっちこれみたいな、うん、箱に書かない。私ね全部ね、なんか変なコンタクトの管理の仕方してて、透明のボックス2段ボックスに上が 3.25 で下が 2.75 にしてるんですよ。それで分けてるんだけど、まあそれは別にいいんだけど、右か左かどっちかが分かんなくなっちゃった。びっくりした。右ですね。何年同じのつけてるんだって感じするけど。
11時40分11時40分そう、びっくりした。箱に書いとこう。そうだね、そうだね、本当に。もうびっくりしました。皆さんも気をつけてください。まあ多分こんな間違いするの私ぐらいなのかな。最近メガネが多かったからコンタクトつけるの久しぶりで、久しぶりにコンタクトをつけました。なんか今日僕隊があったんですね。瀬戸チャレで見てなかったけど、私はなんかスクランブルエッグ編集長のタイムライン見てて、あの方 MC とか文字起こしするじゃないですか。それでなんかやよちゃんが私のこと言っててなんかなんだっけ、写真を何のお題でそれが出たのか分かんないけど、写真を撮ってくださいって言ったらはいって言われたけど、ご飯行きましょうって言ったら嫌だって言われたみたいなそうなんよ。本当は写真撮るのも嫌だったのよ、あの時は。もうなんか会う予定じゃない時に会って、ハキさん写真撮りましょうみたいな、私が嫌な顔すればするほど喜ぶの、ヤヨちゃんは。なんかもうボサボサのさ、レッスン終わりでさ、えって言ったら写真撮りましょうみたいなニコみたいな、いいよって言って写真撮った。今度ご飯行きましょうよって言って、嫌だって言ったら、だと思いましたってだと思いましたって言われました。分かってるねって。私がほぼ四国観光ガイドの中でねえ唯一なんか扱いが雑やよちゃん、たぬきだな、ね、たぬき顔だしね顔も。やよちゃんはもう、やよちゃんはもうそんな感じです。なんか真面目な会議中にこうやって指ハートしてくる、スッて、そういう人ですね。写真撮った先輩はっていうお題だったんだね。私が最近写真撮った後輩はリコチとあとパセリかな、お仕事で一緒になったから、まだね写真撮ったことないに来ても多いんよね。多いっていうかなんか喋ったことない人いるかな、どうだろう。なんか複数人で話すときにいた子とかはいるんだけど、ユニット一緒の子は全員話してると思う。でもねなかなかね、なんだっけ、リトルチャートリとミニスタジオはね話す機会がないの。渡辺夏樹ちゃんとか私話したことないかもしれない、そう思ったら。なっちゃん、なっちゃん写真撮ったこともないかも。さこちゃんとか話しなさそう。さこちゃんはね、なんか私が話しかけたら犯罪者みたいになっちゃうから。でも可愛いなって思いながら見てる。熊持ってるねって。もう1年なのに。そうね、本当に
コロナ禍だけが、まあ、理由じゃないかもしれないけど、やっぱ積極的に行かないとよね。自分でもそう思う。4周年コンサートのこうリハーサルとかで話していけたらなって思います。あんまり喋ったことない2期生とかも、そうそう、今年の目標、2期生ともっと仲良くなる、1期生とももっと仲良くなる、同期とももっともっと仲良くなるです。みんなと仲良くなりたい、そういう感じ。つなぐ立場、ドラさん確かに真ん中だからね今は、そうだね、確かにつなぐ立場、そうだね、本当にいい言葉や。本当にね、私もね最初は全然喋れなかったし、もうずっとなんだ、選抜っていうか、まあドラさんが少なかったってのもあるけど、もうレッスン場とかでもドラさんはドラさんで固まってたし、あんまりレッスンも合流させてもらえなかったっていうか、もう5人だけのレッスンばっかりやってたから、もうずっとドラさんで一緒にいた。でも出張公演のメンバーに選ばれて、選抜になってから出張公演で入るようになって、のんちゃんさんと仲良くなって、まあ、でもずっとのんちゃんさんだったな、のんちゃんさんしかもうおらんみたいな感じだったけど、課外活動ができてから徐々にって感じ。ドラさんもいなかったから同じユニットに、本当にもうだから普通に1年半以上かかってるかも、仲良くなるのには。本当にこういう風になんかふざけれるようになったのとか、先輩と普通にご飯行けるようになったのも割と最近っていうか、本当に2年目とかも行ってなかったし、3年目になる本当に最近ぐらいからって感じ。先輩と2人でご飯行くとかなかったし、だから今ね結構何人かのメンバーとはご飯とか行かせてもらったりとかしてね。何きっかけなんだろう。でもやっぱりセルアミとかは結構本当に仲深めるきっかけみたいなのにはなったかも。とかなんかずっと一緒にいる何かをしてたら結構仲良くなる。ミッチさんとか舞台とか、まあ、ほのたんさんはね、なんだろう、まあ、ふうさんがいない時の瀬戸マイクをずっとなんか代理リーダーしてくれてた時にやっぱ同い年だったから、話すことが増えたって感じ。みんな結構、ね、年少じゃないけど年下組ばっかりだったからって感じかな、個人的には。
のんちゃん経由かと思った。意外とね、ほのたんさんとはね、のんちゃんさんつながりでは仲良くなってないんだよね、うん、なんかのんちゃんさんは別々で仲が良かった。私と仲いい、ほのたんと仲いいみたいな。だけどこの3人で仲良くみたいなのあんまなかったかも、どっちかとみたいな。意外とね、かな。で毎回になってからもう本当にもうって感じ。でも四国になってから葵さんとかまひなさんとかとめっちゃ、空花さんとかも結構喋るようになったかも。だから本当にね、意外と最近なんだよね。磯貝さん、磯貝さんはね、なんかもう仲良くなってたね、うん、ユニットは大きいですね、確かに、だからね、まあ2期生はその分やっぱコロナで全然一緒に活動できてないのが本当にかわいそうだなって思うんだけど、し、なんかこう一緒に混じることがないからね。でもなんだかんだね、やっぱね 2,3 年ぐらいしたら仲良くなれそうな気がするなんかもう自分はめっちゃ遅かったから、もうだからそんぐらいの長期的に見てるだってさ、2期生加入して3ヶ月ぐらいでさ、めっちゃファンの人とかからさ、仲良くなった仲良くなったって聞かれたけどさ、いや仲良くまだならないからって私はずっと思ってた、長期的長期的って私は1年半かけたからみたいな、なんかそういうのがあったから全然焦ることなく1年来てたんだけど、まあでもやっぱねコロナがねあるから、やっぱちゃんと、ね、機会は自分から作らなきゃいけないんだなって思った。あの私はね、なんか勝手にこうお仕事とかライブとかが機会を作ってくれたけど、今はねそうも引かないから難しいですね。だから本当にね、舞浜以来、去年の2月とか以来、3月以来とかだから、2期生と一緒に歌ったり踊ったりするの、これを機にぜひ仲良くなりたいですね、うん、って思います。って感じで謎の話になってしまったね。舞浜から約1年、そう、懐かしいな。年上の後輩にはおごる。なんかでもさ、ファンの人ってさ、めっちゃさ、なんかメンバーとご飯行ったって言ったらさ、どっちがおごったのみたいな話めっちゃ好きじゃない？なんか絶対コメントに出てくるどっちがおごったのみたいな話。あるあるやない？私はね、あの先輩後輩関係なく年下は絶対おごるかも。なんか、いや場合にもよるけど、全然普通に自分の分は自分での時もあるけど、そっちの方が多いけど、なんかでもね、ほのたんさんとかはね、あのかっこいいから、誕生日じゃないわ、昇格祝いの時普通になんかコンビニのものカゴ入れてちっておごってくれたりとかする、うん、やさぴね、かっこいいですね
じゃんけんで負けた方がおごるとかやらない。なんかそういうノリやったことないな。怖いね。本気で頑張るわ。マイキューさんにもおごるの。マイキューさんにおごることないかも。なんか自分の分は自分でスタイルかも。ほとんどないかな。同期だからかな。同期で同い年だからおごったりおごられたりはないかも。ソラハ、ソラハはもうなんかソラハご飯一緒にあんま行かないからな。でも自分の分は自分かも。なんかないな。って感じ。私はご飯よりもさ、なんかタクシーを複数で乗った時のあの誰が出すか問題の方が切実な、なんかルールを設けてほしいってめっちゃ思う。全然出すけど、なんかあの微妙な空気がちょっと気まずいよね。あ、自分が、いやいや私がみたいな。あの割り勘、いやでもなんか時間かけれないじゃん、なんかタクシーの中でそんな細かくとか。だから誰かがあの代表して出す感じ。あ、そう、ペイペイの割り勘はめっちゃ使ってた。だから誰かが出してじゃあペイペイで返すねみたいな。でも私最近ペイペイ使わなくなっちゃったからもうその機能使えない。ペイペイね、もう使ってないの今。じゃあそろそろ壇上読みたいと思います。終わりかな。壇上読みます。13位がミーさん、12位がソウリュウさん、11位がマツさん、10位がシュウジさん、9位がザックさん、8位が市下さん、7位がコタツムリさん、6位がトニさん、5位がモンブランさん、4位がハルさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位がシオさん、2位がコバチャさん、1位がジェリーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけでそろそろ終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。本当にショールームも遅れてしまったけど、こちらこそありがとうございました。明日はお話し会でございます。ありがとう。というわけで皆さん、ぽやりに来た方が、この時間だけ、この時だけぽやりに来る方がいらっしゃると思いますが、ぽやれます。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。今日も一日お疲れ様でした。またね。バイバーイ。この時間だけ来るぽやりたいが。ありがとうございました。またね。バイバイ。おやすみ。明日よろしくお願いします。それでは。バイバイ。